それはちょっと剣投入だねみたいな僕に振られるの多くの方が思わず豆乳を飲みたくなるにはどうしたらいいでしょうか。どうなんですかね。擦り込みも結構あると思っていて、なんかこう豆乳というそのもの自体に苦手意識がある方でも、今ラジオをやらせていただいてるんですけど、ありが豆乳というコーナーをやっていて、もう語尾にとりあえず豆乳っていうのをつけていることで、あんまりこうない方にももうありがとうって言ったらありが豆乳っていう。で、私今ねキッコーマン豆乳のねスタンプをめちゃくちゃ使ってるんですよ。あの豆乳から吹き出しでありがとうとかかわいいとか出てるだけのやつなんですけど、めちゃくちゃあの私おすすめです。だからあのキッコーマン豆乳スタンプを配りまくることで身近にしていく、はい、なるほど。皆さんにじゃあどん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 、はい、そういったところから身近に感じていただけたらいいんじゃないか。そうですね、せっかくパッケージがめちゃくちゃ可愛いので、はい、こう陳列されている時にあこれだってやっぱこう行けるように身近にするっていうのがいいんじゃないでしょうかね。なるほど、いつも使ってるスタンプのものだっていう、はい、そうです、ということですね、はい、ちなみにありが豆乳以外で何かこう語尾に豆乳をつけて言ったらいいかなっていう言葉ありますか。ありが豆乳以外でですよね、はい、それはちょっと剣豆乳だねみたいな僕に振られるの会議でビジネスマンの方でもちょっと、はい、検討しないといけない時ちょっと剣豆乳でっていうとこですかね。あ、いいですね、はい、ありがとうございます、はいはい、ではあの林さんにもお答えいただきたいと思いますが、すみません、飲まず嫌いの人も多い豆乳ですが、多くの方が思わず豆乳を飲みたくなるにはどうしたらよいでしょうか。大丈夫ですよ、ありが豆乳以外の豆乳思いついました、はい、今のところ思いついていないので良かったです。大丈夫ですか、すみません、はい、ではこちらの問題に、はい、そうですね、もう本当に豆乳に助けられておりまして、まあ、今子供が小さいんですけど自分の、とにかく料理に役立つんですね。で、子供が小さくて、まあ、世のそのお母さん方豆乳あまり取り入れられていない方にもう本当にお勧めしたいんですけど、その、まあ、子供ってご飯食べなかったりするじゃないですか。で、すごい悩んでそれで、豆乳で作ったスープとか、まあ、例えばシチューとか結構食べてくれるんですよ、飲んでくれたりして、うん、あれ豆乳子供好きなのかなと思ってこのパック渡したらごくごく飲むんですね、喜んで、多分このパッケージも嬉しいのかで本当に救われていて、あと豆乳をご飯食べない子供に豆乳を与えておくと体に間違いなくいいんで、なんかちょっと安心感もあって、ぜひぜひおすすめしたくて、だからそのやっぱり料理と一緒に楽しめたらなとより思っていて、なんかこの次回は、豆乳、料理フェスみたいな、はい、豆乳フェス家族連れで行けるような、うん、はい、もっと規模の大きいもの、はい、があったら嬉しいなって思いますね。グルメも、はい、じゃあ豆乳で作ったものを提供するみたいな、はい、料理フェスですね、はい、あ、いいですね、うん、いいと思います、はい、まあ、小さいねお子さんのうちから豆乳の味に親しんでいただくと飲まず嫌いの方も減るんじゃないかなということもありますもんね、はい、はい、ということで素敵なアイデアをいただきました。ぜひあのキッコーマンソイフーズの皆さんにはこちらをね実施して実現していただきたいと思います。ということでキッコーマンソイフーズの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。検討入してほしいです。検討入、あ、はい、早速やるね、はい、ということでお二人ともナイスアイデアをありがとうございます。ありがとうございます。立派な豆乳普及委員会の一日広報大使のお役目を果たしていただきました。